はい、画面の前の皆さん、こんにちは。先月でございます。今日はね、新しく入ってきたジン、こちらですね、花見っていうね、こうやって見たらわかるかな、花見っていう名前のついている、ジンをちょっと飲んでみようかなと思います。で、こういう花見って言われるとなんだかね、こう日本のよくわかんない蒸留所がちょっとブームに乗ってジン出したのかっていうような感じがしたんですけど、あの調べてみたらこれオランダでした。で、なんかオランダの蒸留所がやっぱりこう今世界的にね、日本ブームでこう侍とかが割とフィーチャーされてるんですけど、その侍がやっぱりこう自分たちの生き様を桜に見立てたんだぞみたいなようなことで、こう花見という名前がついたジンを出してきたようですね。で、一応この花見は8種類のボタニカル、香り成分ですねが使われていて、一応ジュニパーベリーと桜の花びらっていうこの2つは公開されてます。ただ残りの6個は何を使ってるかわからないっていう非公式になってるジンなんですけど、まあ、こちらの方をねちょっと飲んで感想の方を、言っていきたいなと思います。はい、ではね、こちらにこうやって2つのグラスの方に注いで今から確認の方してみたいと思いますが、まあうちの動画をね今まで見てくれたってことはもうわかると思いますが、初めて僕のね動画を見るなんて方のためにもう一度改めて説明の方させていただきます。お酒はこういったね2種類の形のグラスで比べて飲むと同じお酒でも全然味が変わってしまいます。ですので初めてのものを飲むときにはとりあえずこういうちょっと口がすぼんだグラスと、ある程度こう口がふっと広がってるグラスですね、こちらの2種類で飲み比べていただくと、例えばこっちだと全然美味しいって思わないけどこっちなら美味しいなとか、こっちだといまいちだけどこっちならいいよなんていうことが実際に起こります。ですので初めて飲むときにはこういう風に2つのグラスで飲み比べていただけたら、そのお酒のそのいい部分も悪い部分も見れると思いますので、こうやって飲むと結構得かなと思いますのでやってみてください。では飲んでみたいと思います。いただきます。ちょっと優しいですね。香りはとりあえずすごい優しい香りがします。あー、甘い。まず飲んだ第一印象としてはすごく甘みが強いジンですね。舌先に当てると当然アルコール度数はそれなりにあるのでピリピリっとした感じはあるんですけど、甘いです。あんまりこういうその甘みのあるジンっていうのは今まで飲んだ中でもそんなにないかもしれないですね。で、確かにちょっと桜っぽい、桜餅的な、そこまでうわー桜餅っていうような感じじゃないですけど、ほのかに桜餅みたいな香りは漂ってきます。で、ある程度高アルコールのドリンクにありがちな飲みにくさ、グッと口に入れた時にゴクンって飲み込む飲みにくさっていうのはほぼないですね。もう本当にスッと入ってきます。で、入ってってこう胃に落ちた後にグンってちょっと帰ってくる帰りっていうのをキックバックって我々は言うんですけど、そういったキックバックもほぼないですね。もうはちゃめちゃ飲みやすいジンだと思います。で、アルコール度数は43度なので普通のジンよりはちょっと軽い、まあ普通のジンがだいたい47度ぐらいあるのがまあ普通なので、まあ最近40度とかも出てますけどね、43度なのでそんなにめちゃめちゃ強いわけじゃないんですけど、もうめちゃめちゃ飲みやすいですね。これロックにしちゃダメなやつです。あとよくジンを冷凍にしてこうストレートで飲むっていう飲み方が良しとされてたりとかするんですけど、これはそれもダメですね。冷やしたらダメなやつです。飲むとしたら香りがとても繊細なので、ジンリッキーとかみたいにライムとかも絞らん方がいいですね。単純に、まあ、そのままストレートでこうやって飲むか、あとはせいぜい炭酸で割るハイボールですね、ジンハイボールぐらいが限界じゃないかなと思いますね。ロックっていうのは基本冷やしてしまうだけなので香りがだいぶ落ちちゃうんですよ。で、水割りとかもやっぱり冷やして薄めるので味とかははっきり言ってよくわからなくなります。ただハイボールとか炭酸割りっていうのは割とこう炭酸が上がってくるときに香りも一緒に持ち上げるので、ロックとか水割りとかと比べると香りを殺さないっていう意味合いで考えると、まあ、せいぜい炭酸割りですねが美味しいかなと思います。
人らしさがあるかどうかと言われるとあまり人らしくはないですね。ジュニパーベリーの香りもそんなにしませんし、味も割と甘みが強いですし、ただこういうジンもありかなっていうところはありますね。僕は個人的にはとても好きです。では今回はこちらですね、オランダの花見ドライジンの飲んでみた感想の動画でございました。ではまた次回次の動画でお会いしましょう。じゃあねー。最後までご視聴いただきどうもありがとうございました。よければチャンネル登録や高評価していただけるととても嬉しいです。動画撮影の励みになりますのでどうぞよろしくお願い申し上げます。先月レシピチャンネルでした。次回も乞うご期待。